関智之です。2年半前大きい病気で脳の機能が損傷してましたね。私は、はい、簡単な漢字が書けなくなったり簡単な計算ができなくなったりしてました。でもおかげさまでかなりリハビリが進んできました。この4月からフェリスっていう大学の1年生にねキリスト教の1っていう講義を担当させていただくようになって、その講義の準備が非常にまた自分のリハビリに役に立ってます。忘れかけてるあるいは忘れてしまったキリスト教のことを講義を準備することを通してその記憶を蘇ったり新たに知識を定着させたり、はい、そういうことができてて支えてくださっているお一人お一人に心から感謝してます。関智之でした。